皆さんこんにちは。ペペロンチーナ顆粒の料理の時間がやってまいりました。今回ペペロンチーノの具材に使うのはこちらの椎茸でございます。この椎茸、もともと訳ありの椎茸なんですが、それが半額で売られていたんですね。それを冷蔵庫の中でかなり長く寝かせてしまったので、今回は自己責任で食べていきたいと思います。まずはお湯を沸かしておきます。ではここから椎茸をカットしていきたいと思うんですけども、なぜこの椎茸が訳ありなのか。多分形が不揃いなのと、あと石突きの部分がですね、結構黒いんですよね。なので黒くなっている部分だけは外していきます。まあ形は不揃いなんですけども、こうして見るとまあ特に問題がないように見えますね。これで石突きの黒い部分は全て外しましたので、今度はカットしていきたいと思います。この椎茸の軸の部分は別にした方がいいのかなとも思うんですけども、まあとりあえず一緒にカットしてしまいます。包丁で切っていてもわかるんですけれども、傘の部分と硬さが違うので、もしかすると食感が違ってしまうかもしれないんですけれども、軸の部分を捨てるのももったいないなっていう感じで、とりあえずはですね、軸の部分も一緒にカットして食べてみようと思います。まあ実は椎茸はたくさん購入してしまったので、このやり方でうまくいかなければまた別のやり方で試してみるのもありかなと思っております。まあただその前提としてですね、椎茸がペペロンチーノに合うのかどうか、そこですよね。仕上がりの味がですね、すごく違和感あるとかだったらもう別の料理に使おうと思ってるんですけれども、まあとにかく最初はですね、細かいことは気にせずに全ての部分を使っていこうと思います。そうこうするうちにお湯が沸きましたので、スパゲッティ投入です。袋の中に残っていたのも全て投入しました。ではここからですね、椎茸を炒めていきたいんですが、視聴者の方からですね、ガスに点火する前にニンニクを加えた方がいいとアドバイスをいただいたので、まだ火はついておりません。オリーブオイルに唐辛子とニンニクを加えていきます。このチューブニンニクですね、今回で全て使い切りましたので、次回からはですね、ニンニクを自分でカットしていきたいと思います。まだこの時点で火はついておりません。この段階から火をつけた方がいいみたいです。ということでですね、ガスに点火して弱火にしていきます。もうこれで限界の弱火ですかね。これでじっくりと時間をかけて温めていくと、オリーブオイルにニンニクと唐辛子の香りと味が移っていくはずです。火が強すぎるとですね、飛び跳ねちゃうんで、このぐらいの方がいいのかもしれません。弱火だと今度は逆に何の反応もないので、あまりにも弱火すぎてなかなか火が通ってるのかどうか伝わってこないですね。まだ温度が低すぎるのかなって感じですけれども、ちょっとまあ時間をかけてオリーブオイルに香りを移していきます。まだ温度が低そうですね。ということで火を少し強くしました。今はちょっと早回しにしております。ようやく反応が見えてきましたね。ニンニクと唐辛子に火が通り始めました。油もサラサラに変わってますね。このぐらいになるとやはりあのチューブニンニクっていうのはですね、飛び跳ねちゃうんですよね。後で掃除が大変で、このぐらいにしておいて今度は茹で汁を加えていきます。まず最初に乳化させた方がいいという意見もありますので、ここでオイルと茹で汁をなじませて、そこから椎茸を加えていきます。この時点で火は強めにしております。この順番で良かったのかどうかはちょっと疑問なんですよね。というのはですね、この椎茸っていうのが水分を多く含んでるんですよ。なので
最初に椎茸だけを炒めて水分を飛ばしてから使えばよかったかもしれないですね。このままだと椎茸の水分が多すぎるような感じもするんで、まあとりあえずこの時点で十分火を通そうと思うんですけども、もう茹で汁が加わっているのでここから水分を減らすのは難しいなって感じです。ここで味付けの塩投入ですね。ということで今回もニンニク、唐辛子、塩だけで味をつけておりますんで、あとは椎茸の旨味でどのような味に変化するのかが楽しみです。結局ですね、麺との辛みを考えてもう一度茹で汁を加えました。その結果ですね、今回はかなり水分が多くなっております。これがプラスに作用するのかマイナスに作用するのかわからないんですけども、スパゲッティがもう茹で上がりましたので加えていくことにします。相変わらずこのトングはですね、一本一本の麺をつかむのには向いていないですね。もっとつかみやすいトング買うかどうか今迷ってるんですよね。新しいトングを買ってしまうと今使ってるトングの立場はどうなのか、そんなことを考えてる今日この頃でございます。そうこうするうちに食べ頃になりました。ということで盛り付けていきたいと思います。いつもの白い皿に盛り付けていきます。椎茸の量はですね、ちょうどいい具合なんじゃないかなと思います。見た目は美味しそうですね。ちょっと中華風のビジュアルにも見えますけれども、まずはこのスパゲッティ麺の部分から食べていきたいと思います。ということでアップで見ていただきたいんですが、料理の話とはまた別の話なんですけども、先日購入したこのゴールドのフォークなんですけれども、早くも錆びてきました。フォークの表面に黒い点々が見えていてですね、不気味な感じなんですよ。こんなに早く錆びるとは思っていませんでした。ということで次回からはですね、また別のフォークを使おうかなと思っております。ちなみに麺の味はですね、なかなか美味しかったです。これだけ椎茸が入っているので、椎茸の主張が相当強いのかなと思ったんですけども、意外にも食べやすかったですね。逆に言うと、椎茸っぽさがあまりにもなくて、拍子抜けっていう感じです。そして椎茸の方なんですけどね、これは好みによると思うんですけども、よく言えばみずみずしい感じ。悪く言えばデロデロの食感で、私の好みではないですね。なのであらかじめ椎茸をよく炒めて水分を抜いてから最後に混ぜ合わせるってやり方で作った方が美味しくなったんじゃないかなと思います。まあまだ椎茸はたくさんありますんで、いずれそのやり方で作ってみて、その結果どうなるのかっていうのもですね、皆様方にご報告したいと思います。ということで今回の結論はですね、このやり方で作った椎茸のペペロンはデリシャスまでいかない、プチシャスっていうところですね。ということで今回のペペロン動画はここまでです。また次回のペペロン動画でお会いしましょう。それまで皆さん、ごきげんよう。